こんにちは、ミルキーナオです。今日は第9回目の宇宙ミルキー化計画です。今日はですね、お一人の方からたくさんリクエストいただきました。運動企画が多かったんですけれども、いっぱい走ってくださいとか、ちょっと部屋の中なんで、あと縄跳びも無理です、部屋の中なんで、ということで他いただいてたのが、すっぴんで何かやってください。ごめんなさい、今日もすっぴんです。眉毛も描いてません。ちょっと、はい、ニヤニヤ降りようか。はい、なんか薄暗いからあんま分かんないかなと思って、まあ、舐めてるわけじゃないんですけれども、割とあまり塗らずに、自粛中でね、お外出てないしね、日光当たんないしね、ということですっぴんで普段からやってます。で、もう一個あったのが、あ、そうだと思ったのが、何年か前にストレッチハーツっていうストレッチをするプラスチックの器具をブログでご紹介したことがあったんですけれども、それは今でもやってますかっていうふうに言われまして、そっか、それを紹介しようと思って、今日はストレッチハーツのご紹介です。これがストレッチハーツです。ハート型に見えるプラスチックの器具なんですけれども、これですね、まあ、いろんな使い方があるんですけれども、主に私は肩甲骨のストレッチをするときに使ってます。使ってますって言ったらしょっちゅうやってるみたいなんですけど、月に1回ぐらい、あ、そうだ、ちょっと肩がなんか壊ってるって思ったときにちょっとやったりします。これはですね、見えるかな、こうして横見たら分かる、ぐーっと後ろに持ってきて、こうやって肩甲骨の肩甲骨のストレッチをしたりします。ちょっと硬いですね、久しぶりにすると。あ、全然ダメ、あー、はい。それとかですね、こう持ってグリ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 やったりしてます。これ何がいいって、ストレッチを、あと、まあ、こう待って、こんなんとか肩甲骨とかはこんな感じでするんですけれども、何がいいって、ストレッチもそうなんですけど、見えるかな、ここのくぼみのところにふくらはぎを乗せて、ぐーっとぐーっとこんな感じ、おしょ、見えない、こんな感じ、こんな感じ、よいしょ、マッサージをしたりしてます。ダメだ、なんか運動不足ですね。あれ以来、この間ここでラジオ体操をした時以来、毎日ラジオ体操はしようと思ってるんですけれども、ほんと運動不足。あとストレッチハーツは今ちょっとしただけでもすごくふくらはぎもいい感じです。なんかこの辺とかもね、いい感じで、いい感じでストレッチができると思います。こうやってなんか宇宙ミルキー化計画の収録のたんびになんか運動すると、私の運動不足もちょっとは解消されるかな。ありがとうございます。ということで、今日は短いですけど以上です。ストレッチハーツの紹介でした。第9回目の宇宙ミルキー化計画でした。よかったらチャンネル登録もお願いします。ありがとうございます。